待て。この光、苗木のように見えるけど、一体何なんだろう。無名のデータ。おい、約束を忘れるなよな。オイラたちにも教えろよ。しつこいな。おとなしく待っていなよ。庭様、本当に危険を冒してまで行くつもりですか。タタラスナの核心要路にも関わっています。軽率な行動はおそらく炉心に入る上で拙者より良い人選はおらぬ。そうですか。あなた様がそう決めたのであれば。これは タラスナにたどり着いてからもうだいぶ経ちますが、あなた様といい、神輿長政様といい、ここにいる皆様の親切寛大さには言葉もありません。あなた様のいるタタラスナは温かい集落のようで、巨大な村のようです。人々は充実した有意義な生活を送り、熱意を抱きながら暮らしています。私の知る限り、将軍様は長年にわたり稲妻の大地に猛威を振るう邪悪な妖魔を退治してきました。タタラスナという場所も当初は消化骨髄を消費するために設立されたと存じております。消化骨髄を消費するために鍛造業が盛んになり、代々続く刀の職人が生まれました。世に名を馳せた者もいれば、黙々と一生を過ごした者もいました。伝承はこのようにして継がれてきたのです。技術、血筋、夢、この工業に魅せられた全ての職人たちは、刀と鋼の中で自我を求め続けてきました。あなた様が私や赤目さんの提案を受け入れたのもそのためなのでしょう。エッシャー殿、赤目殿が言っていたでござる。お主が稲妻を訪ねてきて、偶然に彼と友情を築き、共に技術を研究しておらねば、こうも早く鍛造技法を改善する術を思いつくことはなかったであろうと。お主は共に研究した技術を赤目殿に譲り、その後彼は技術を拙者に売ってくれた。今やタタラスナの炉心で回る鉱石のすべては新技術によって精錬されたものでござる。それだけでなく、お主もタタラスナの顧問の一人としてここに滞在し、我らに付き合ってくれた。過分なお言葉恐れ入ります。もともと稲妻の鍛造業を鑑賞できることは実に喜ばしいと思っておりましたが、あなた…しかし、エッシャー殿、本当にそれだけであろうか。と言いますと？今日まで物事の全てをつなげて考えたことはなかった。それはこのように邪推することも、そうせざるを得ないほど事態が悪化していると信ずることも、いずれもしたくはなかったからでござる。新技術の実用化を受け入れたことで我らは何を得た。怪しい黒煙、滞留する問題、職人の体力の損耗や支障の比率は上がり、それらが発生する間隔は日ごとに縮まってきておる。知っての通り、最近まで炉心内では怪しい汚れのせいで死人が出ていた。情報を抑えて外部の人間には真実を公表していなかったが、そのあたりは拙者よりも詳しいはずであろう。
えし、外へ助けを求めに行った者は誰一人として帰らなんだ。己や拙者の友である歌舞伎者もあの金色の羽を持って鳴上島の将軍様へ謁見しに行った。これは我らの最後の希望と言っても良いであろう。かような状況になっても拙者、己は何も恐れていないのであろうな。でなければどうしてその顔にまだ微笑みが張り付いているのか説明がつかぬ。これはただ驚いているだけです。あなた様からこのような本心からの言葉を聞けるとは思っていませんでしたから。三越長政様もおそらくはこの一連の事件の裏にある共通点に気づいたのであろう。つまり己のことだ、拙者。ただ三越様は豪直なお方ゆえ行いも拙者より用心深い。噂によりますと三越様は将軍に切り伏せられた幼女トラチオの養子であり、家族の汚名を晴らすために検討してきたと聞いています。行いが用心深いのも当然のことです。そこまで内情を知る者が遠路はるばるフォンテーヌから来た一階の機械職人というのは少々役不足ではなかろうか。丹羽様がおっしゃっているのは私に公方の職でも見繕っていただけるということですかな。しかし残念ながら私は技術にこの身を捧げるつもりでして。もう良いであろう、拙者。拙者がここに立っているのは炉心内部で邪悪な力が猛威を振るっているため、それを解決するためには己のよこした邪水を吸収できる装置を持ち危険区域に入る人間が一人必要なのだ。拙者はここの責任者ゆえその責を負い勇気を持って死へと赴こう。だが拙者、己は何を待っているのだ。その目を見れば私を深く疑っていることは明白ですね。今さらその芝居を続ける必要もなかろう。己が誰であれタタラスナを破壊する計画はうまくいったようであるからな。ただ知りたいのだ、ことここに及んで一体何を待っている。丹羽様、私はこの時を待っていたのですよ。このようにあなた様の話を聞き終えてから決して炉心へ入れぬよう阻止する時をね。己は私の予想より少しは賢かったようですね。少なくともここに着いた当初はうまく偽装できていたと思ったんですがね。まさか当時からすでに私の情報を探り始めていたとは思いませんでした。稲妻とフォンテーヌは遠いですからね。あなた様の配下がエッシャーという名前は偽名であり、フォンテーヌから来てなどいないと確認するまでかなり時間がかかったはずですが、それでもなおあなた様は私の正体もこのタタラスナの何がまだ私を引きつけているのかも想像だにできなかった。お前の時にこの私が仕掛けた罠が見破れるとまさか本気で思っていたのか。拙者を殺めてしまえば炉心に入る人間がいなくなるぞ。この地を滅ぼすつもりか。いやいや、
まだもう一人いるはずだ。人間だとは思われていないかもしれないが、彼にそうだと告げたのは他でもないお前だったな。お主は人形などではない人間なのだ。違いといえば心が一つ少ないだけではないかと。己の背後にまだ他の勢力がいることは遅かれ早かれ露呈することになる。しかしどうしてもわからぬ。これらのことにあたって何を意図している。それは無論鑑賞と実験のために決まっている。何せ私は尋常でないほど辛抱強いからな。もちろんもし気になるなら本当の名を教えてやることもやぶさかではない。私のことはファトゥス、博士と呼ぶがいい。ファディだと。お前たちの国に少しだけ本当に些細なトラブルを起こしに来ただけだ。故に己は技術を改善し、消化骨髄に含まれる邪水の力を。お前のように身分のある人間も死に際にはそんな凶暴な顔を見せるんだな。私が作った装置は本物だ。外の人間に悟られず、この災難を解決するにはあれが必ず必要となる。憎しみを持つほど人間はより簡単に邪水に取りつかれる。だから思い切って怒ってくれていいぞ。この心臓が人形に入った時どんな効果をもたらすのか見てみたいからな。どうせお前がいなくなれば遅かれ早かれあの純潔な人形を利用したがる輩が現れる。人間とそうではないものが友達になる理由なんて他にないからな。拙者の心臓を彼に渡すのであれば、彼に伝えてくれ。長政様も拙者も皆彼のことを仲間だと思っていると。彼が自らを証明するために何かをする必要はない。人と人の間は理解だけではないのだ。そうなるのは博士とやら己のようなやつだけだ。なんと美しい理想か。この私でさえ少々の罪悪感を覚えざるを得ない。そうだな、お前を尊重して私自身の定義を変えてやろう。お前さえ良ければ私のことを化け物、あるいは君とでも見るがいい。お前が死んだとしてもそれは愚かさのゆえに殺されたのではなく、超越できないものに負けただけなのだ。庭様よ、楽しみに待とうじゃないか。果たしてお前の友達の人形は人間になれるかな。いいや、もちろん不可能だ。ん？庭？ほっと、もうこと切れたか。実に残念だ。さて、どうけよ。これでお前から預かった任務は完了だ。ギャップを作り、稲妻の動きにはめ込む。実に面白かった。では、一人の人形を紹介しよう。もし彼に使い道があれば、
私たちの同志になってもらう。そうでなければ塵になってもらうまでだ。おい、お前どうしたんだよ。ドットレ。ドットレ。いいね、実にいいよ。さっきのは博士？あいつフォンテーヌの職人になりすましてたってことか？でもどうしてオイラたちが見たのはあいつ視点のものだったんだ？博士に触れ、断片をすべて取り除いたかを確認したとき、彼の心の中からこの記憶を読み取ったの。あなたにとってこれは真相と言えるものでしょ？こんなものは全く無意味だ。そうかしら。けれど記憶の中の庭はあなたを裏切らなかったわ。あの時タタラスナであなたが装置を炉心に持ち込むよう仕向けたのは彼ではなかった。その意味は私よりもあなたの方がよくわかっているはずでしょ。場所を変えようぜ。あいつなんだかすっごく怒ってるみたいだし、近づくのが怖いぞ。彼に感情を消化する時間を与えてあげた方がいいわ。オイラ、タタラスナのことはまだはっきりしてないけど、あれが博士の仕業だったってことはわかるぞ。今までそんな風にパイモンを騙した人はいなかったから、理解できないのも無理はないわ。おそらく、遅かれ早かれ、彼はこの情報を知らなければならなかったわ。これ以前のことは、あなたたちも知ってるはずよ。歌舞伎者はカツラギに拾われ、タタラスナの人々と共に暮らした。その後、博士がフォンテーヌの職人に変装し、一連の騒動を引き起こしたの。すべては博士が意図的に仕組んだ恐ろしい実験。それは未来の稲妻に発芽させる災いの種を埋めるためだけに行われた。そして残響も博士の実験に巻き込まれ、実験対象として大いに注目を浴びることになったのよ。その記憶の後、真相はこうなるの。博士は庭の心臓を装置に組み込み、それを残響に渡して炉心の中心部に入らせ、溶錬による汚れを全て吸収させたの。予想をはるかに超える負荷だったけど、残響は生き延びた。彼は疲弊して炉心から離れるとき、職人に問いただした。この装置が自分を守ってくれたようだな。そして職人は答えた。庭様は罪を恐れて出奔されましたが、あなたへ贈り物を残されました。罪なき従者から奪ったあなたにとって念願のものであるとのことでした、と。そう言って職人は枯れた心臓を装置から取り出した。残響は想像もしなかった。自分が渇望していたものが、このような残酷な形で目の前に現れることを。他人を殺して、
奪った心臓は確かに不吉なものだけれど、それが汚れから身を守ってくれたなどということを。彼は自分が庭に完全に裏切られただけでなく、その裏切りによって生き延びてしまったと思い込んでいる。怒りと悲しみがこみ上げた残氷は心臓を強く地面に叩きつけて、断固としてタタラスナを去ったの。そうだったのか。つまり博士は罪のない人を殺しただけじゃなく、それを死んだ人のせいにしたってことだよな。そうね。それを理解してこそ彼は初めて進むべき未来への道を選べるわ。そろそろあいつに様子を聞きに行こうぜ。おい、大丈夫か？おい、物騒な顔してるな。僕を心配してくれているのか？僕たちの間にあんなことがなければ、危うく僕も君たちのお友達になれるかもしれないと思ってしまうところだ。もちろん約束は守るよ。おい、まさかお前、オイラたちの知りたいことを調べてくれたのか？僕たちはそのためにここにいる。違うかい？ただ残念ながら、世界中に降臨者についての記録がないことは確かだ。あなたがそう言うのなら、どうやら本当に世界中は降臨者を記録しないようね。世界の外から訪れし者がテイワットに属することはないんだわ。要するに収穫なしか。そう焦らないでよ。なんだい、その落ち込んだ顔は。個人的に少し情報をあげるよ。え？お前何か知ってるのか？君の兄が世界中に記録されていたのは、カーン・ルイヤと関わりがあったからかもしれない。噂によると、彼が初めてこの世界に降臨した場所こそ、まさにカーン・ルイヤだったという。そして、彼がこの世に降臨した原因は、天空が召喚に応じたからだと。天空が召喚に応じた？これは道家の口から聞いた言葉だ。間違いはない。彼はかつてカーン・ルイヤの宮廷魔術師を務めていて、君の兄と一緒に過ごしていたことがある。詳しいことは僕もわからない。信じるかどうかは君の自由だ。僕が言いたいのは、こんなことで君を騙したりはないってことさ。クラクサナリデビ、君も聞こえただろ？ええ、驚くべき情報ね。世界樹からの情報じゃないけど、僕の収穫と言えるかな。価値はあるかい？とても価値があるわ。そうか、なら次はプライベートな時間だ。やったんだ。クラクサナリデビの言う通り、僕の力は残りわずかだ。残存する神の力を尽くしても、この障壁を維持できるのはほんの少しの間だけだろう。君に教えた秘密は感謝を受けるに値するはずだ。
見返りとして今僕の質問に答えてほしい。僕の手を取って。こうやって会話するのかな。いや、それはもう無理だ。君と少し言葉を交わす程度が限界だろう。教えてくれ。この世界で歴史が変わったことはあるかい？これでいい。何があったんだ？お前ら一瞬手を掴んでたのが見えたけど。いや、ただ助けてくれたお礼をしただけさ。じゃあね、君たちも早くここから離れた方がいい。どこへ行くんだ？おい、待てよ！好き勝手走るなって言ったのはお前だろ！相変わらず勘がいいね。だけど僕たちはもう会うことはないだろう。残響、それに歌舞伎者、この二つの名前は存在なきものとなる。タタラ砂で死んでいった僕と関わりのあった者たちは別の人生を歩むべきだ。おい、スカラマッシュ、お前何かバカなことをしようとしてないか？そういえば僕は虫が嫌いだ。小さくて数が多く群れをなして生きる、そういうものを取り除くと気分が良くなるんだ。そして今、虫は誤ったところに足を踏み入れた。幸いそれらは全て正すことができる。僕は清く正しい答えを出してみせるよ。スカラマッシュ、スカラマッシュ、ダメだ、本当に消えたぞ。何かあいつを探す方法はないかな。まずい、本当に消えたぞ。私の声が聞こえる？あ、ナヒーダ。旅人にパイモン、そして残響は、先ほど何が起こったの？私は急に何らかの力に遮られてしまって。スカラマッシュの仕業だ。あいつがお前を締め出したんだ。想定外だわ。彼にはほとんど力が残っていないというのに、まだそんなことができたなんてね。もしかして破れた時に力の一部をこっそり隠していたの？それとも彼は全力を尽くして本来到達できない境地まで登ったのかしら？あいつどこへ行ったんだろう。ごめんな、ヒーダ。オイラたちが見張ってたのに。大丈夫よ。あなたたちが悪いわけじゃないわ。この先どうなるのか、私も完全に把握できているわけじゃないけど、私に任せて。そろそろ時間よ。私の導きに従って、一刻も早く世界樹の内部から離れましょう。
態は急を要するけど、まずはここで休んでいてちょうだい。宿泊の手配はもうしてあるから、誰にも邪魔されないはずよ。ごめんなさい。今はまだあなたに来てもらう必要はないの。私がやるわ。ナヒーダ、そんなに深刻な状況なのかよ。あまり心配しないで。私の判断が正しければ、多少の波があれど、大きな災いにはならない。無事の知らせが届くまで、気力と体力を回復していてちょうだい。あ、声が消えた。なんか、とんでもないことになったみたいだぞ。スカラマッシュの言ったこと、どういう意味だったんだ？それにさっき、なんであいつはお前の手を掴んだんだよ。歴史を変えたい？でも、そんなことできるわけないだろ。そうだろう。どうやったら歴史が変わるんだよ。すでに本当に起こったことなのに。例えば、オイラがこの宿にある水を全部飲んだとして、それを証明できる人が誰もいなくたって、オイラは自分が水を飲んだっていうことを忘れないぞ。でもなんだか心配だ。なんかスカラマッシュがすごく恐ろしいことをしようとしてる気がするぞ。わけがわからない。ごめんうっかりしてたぜ。でも自分を消すなんてことはどう考えてもありえないよな。もしかして世界樹の中だったらそれができるのか？ダメだ、頭がパンクしそうだぞ。なあ、もう嫌なやつだな。いっつもオイラたちに迷惑ばっかかけて。でもまさかそんなことを成功したりしないよな。そしたらあいつと関わりのあった人とかにも影響が出ちゃうのか。オイラたち、本当に何もできないのかな。なあ、寝るしかないのかな。でも、オイラ怖くて眠れないぞ。いっそ、おいしいもんの名前をあげて気をそらそうぜ。これでも効果がなかったら、オイラ、ここで怯え死ぬかも。じゃあ、オイラからな。一つ目は、モンド風焼き魚。それと、ジョジョジー、杏仁、あと、船長賞。エビのポテト。オイラ、今何してたんだっけ？オイラ、なんか言ってたような。でも、急に内容を忘れちゃったんだ。なんだったっけ？スカラマッシュ？そ
それも料理の名前か？変な名前だな。どうしたんだよ。さっきから目を見開いて。おいら、なんか変なことでも言ったのか？その、ザンヒョウって誰かの名前なのか？聞いた感じ、あだ名みたいだけど。お、おお、いいぜ。どこに行くんだ？お、いいけど、その表情、何か急な用事でもあるのか？